はいどうも、竹明です。最近ちょいちょい車始まりが多い竹明でございます。ということで本日は、チョモラン守りシリーズ第2弾。チョモ肉チョモ。1000円以下で唐揚げ定食があるんですよ。はい。そこの唐揚げが自分で個数選べるらしいよね。まあ大体少なかったら何個から5個とかから。まあ。で、上限があって、30個までっていう。30?1000 円せえへんよね。え、そういうことか。そう。あ、めっちゃ安い。そんだけ積み上がった唐揚げトイプーです。ちっちゃめのトイプーなら2匹分ですというぐらいのね、もうとんでもない量の唐揚げの店があるらしいんで、早速本日はそちらに行ってみたいと思います。チョモランマ唐揚げ。まあでも注意してほしいのは、これは大食いチャレンジではなくて、自分に合った量を行くときはまあ頼んでほしいなっていうのは。なるほど。それでは早速そちらやっていきましょう。竹明ショー。さあ、近くに着きました。こちらの建物の中にあるみたいです。キキ、京橋。入っていきましょう。さあ、あ、ここじゃない？毛利屋。こちらですね、いろんななんか食べ放題やってんねんな。今見たら、串カツの食べ放題。え、これ動画にできたぞ、普通に。串カツ食べ放題プラス1760円。これ面白そうやな。で、今回行きたいのがこれ。しっかりしっかり満足できるランチ。おかわり自由。え、サラダご飯汁物おかわり自由なんや。で、ここから30個まで選び放題。すごいな。これをじゃあこちらですね、中に入って食べていきましょう。よいしょー。はい、というわけで、こちらのガッツリしっかり満足できるランチ。満足できるというか、もう満足以上のものがあるよな。ほんまやな。とんでもなくない？今回ね、これ冒頭でも言ったんですけど、自分で食べきれる範囲で、大食いとかそんな、なんて言ったらいい、限界チャレンジではないんで、まあ、今回30個さすがに無理やなと思ったんで、20個で。はい。行きたいと言え、それでも多いか。いや、そうやな。ちょっとやりすぎてる感はあるかもしれない。あと大きさにもよるやんな、その唐揚げの。まあ確かにね、小ぶりサイズやったら切るかもしれんし、うん。はい、じゃあとりあえず20個で注文したいと思います。あと今回特別にこの時間帯でも出してもらってるんですけど、本来なら昼のランチなので、ランチ時間に来たらいけるっていう感じだね。食べ残しは1個につき80円のペナルティをいただきますと。で、唐揚げの数量は最初の1回限りのご注文になりますと。最初決めたらもうそれ以上は増やされんって感じ。なるほど。でもそれ以上食えるわけないから、食べ放題みたいなもんよな。いや、もうそうやって。これが20個です。はーい。おー、すっごい。えげつな。え、最高ちなみに何個頼まれました？さあ、30か。そうですね、一般の方は大体残されますね。あー、だって、ちょっと待って、一個一個めっちゃでかないですか？そうですね、90g 前後です。90g 一個、はい、だからもう10個で1キロ、1キロ弱になります。あら、はい、え、30個食べていた人いるんですか？もうフードファイター。あー、フードファイターの人か。すごい量。うわー、でかっ。改めてこちらが唐揚げ限界食いの量です。え、やばっ。もうマヨネーズ2つあんもんな。1個でそれ足りんわな、これ。で、セットについてくるのがご飯、サラダ、お豆腐、お味噌汁。はい、こんな感じでございます。それでは、いただいていきましょう。そして現実的にこれ20個頼んで1人できついんじゃないかなということなので、今回2名分の料金を払って10個、だから1人1キロやね。はい、1キロ頑張って食べようかと。2キロ多分無理やと思うんで。ちなみにケンチキのオリジナルチキンあるやん、うん、あれがリブが 83g だった。え、マジで、うん、え、オリジナルチキンより。そう。てか揚げたて早く食いたくね。確かに確かに。いただきます。うわ、え、ほんまや。ちょっと待って、え、でかすぎる。すごい、やば。あ、なんかね、うわ、祭りの屋台のニュース。いや、同じこと思った。来た時に夏祭りやん。めっちゃいい気持ちになった。な、君がいた夏はやん。あのなちゃんじゃないで。
好きな唐揚げ。ね、匂いって分かってたない、うん、これ絶対美味しいやつ、美味しいやつやな、そう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 。1キロでもこれ余裕じゃないよ。まあなんとか食べていこうか。はい、ぶっちゃけ思ってたよな、量こんだけって言うたら絶対に赤字やん、はい、間違いないと思う。味どうなんか、ぶっちゃけ半信半疑でした。はい、もう全身です。美味しい方にも全身、半分じゃない。全身ゼロギ。俺最近改めて唐揚げにハマってるんよ。あ、そうなんや。ウーバーイーツとかでめっちゃうまい唐揚げってどこなんかなと思って、めっちゃほんまにマジで探してたんよ。超こだわってる唐揚げどっか見かったん。え、なんかウーバーやとそれこそ有名店しかなかったか、なんかジョニーとかさ、まあ、あとはなんか調べたらなんか世界一美味しい唐揚げみたいな書いてんねんけど、ゴースト店舗って言ったらいい、店はないけどウーバー専用みたいな、なんかそういうのってなんかちょっと怖いやん。確かに。結局頼めずにいるって感じ。でもなんか寿司でもさ、ピンキリやん。スシローみたいな安いお寿司もあればさ、もう本当に超高級一人前で2万3万みたいなのもあるやんか、うん、っていう感じで、そこまでいかんとは思うけど、めちゃくちゃ高い唐揚げなんか興味あるなと思って最近探してて。なるほど。いやだからなんかこれはそう思ってた竹焼きに対してすごく満足のできる企画。美味しいし。めっちゃなんかうまそうな食い方してるよ。サラダ唐揚げみたいな、なんか。いやでも一緒やで。何が？なんかそれダイエット考えてるかもしれないけど。そうそう、ダイエット。いや一緒一緒。ラーメン食ってスープまで飲むか飲みませんかみたいなもん。結局食ってんねんから。プラマイゼロじゃない。プラマイゼロじゃない。しっかり太ります。さあ、すごい。この前キーキャンピングカーをレンタルした時にマジで不注意で一旦荷物下ろしてて、キャリーケース下ろしてて、で気ぃついたらキャリーケースなくなってて、下ろした時にそのままにしてたよ。だから置いて帰ってしまって、はい、どこかでキャリーケースをなくしてしまったっていう。大阪で気づくっていう。しかもそう、普通さ財布とか携帯とかやん、落とし物とかさ。キャリーケースあんなでかいのなくすやつおる？キャリーケースなくすやつおらんから。おらんよな。あんなでっかい落とし物あるって思って。でなんかこう目星とかいろいろこう電話していって、はい、駐車場に忘れたっぽいから駐車場に電話して、まあ、それでもないってなって、で蓋開けてみたら警察に届いてて、落とし物でな。でそこの駐車場にあったっていう。なっ、だから駐車場のやつ見てなかったって、適当にしてて。やばいよ。あれ腹だったよな。あれは腹だったよ。こっちも不注意やけどさ。まあ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 な。見ろよ。そうやね。見ろよ。あのエンディングの後のコナンの元太の真似。もうそのぐらいの気持ちよ。店長も怒ってるわ。そうや。まだ無事見つかったって話でございます。いや俺結構落とし物あるからな。 iPod? AirPods か。 AirPods も結構落としちゃうよな。そのキャリーケースに入ってて、はい、買っちゃったっていう。だから今度届くから2台持ちなんだよな。ガラケーとウィルコムみたいなもんやんな、昔で言う2台持ち。あ、まあ5個ぐらい食ったけど、もうやばいもん。これ美味しいから食えてるんだ。確かにな。あ、ええー、のあるやないの。お塩七味、マヨ七味。ああ、めっちゃ合うと思うで。これ絶対うまいやろ。うわあ、うまあ、これいけるわ。あ、めっちゃうまい。変わった。おお。合う？うん。めっちゃ合う。じゃあ一番痛いアピールしていい？はい。俺今日3時間しか寝てねえわ。おるなあそういうやつ。大学生の時の。でも3時間しか寝てないよマジで。3時間しか寝ない。なんでそんな3時間しか寝ない？まあ仕事よ。なる。あー忙しいわ。おるよな。忙しいアピールするやつ。ちゃん嫌いよな。出せへんのか、かっこいいからな、こういうの。寝てないことをすごいことか思ってるやつ。そう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 、寝た方がいいから。俺ももう最悪やと思いながらやってるからな。どうしても無理なスケジュールやったから。普段はもっと寝てるよちゃんと。でも思うねんな、たまに。何？俺の動画毎日思うな。え、大事よ。そうやんな。っていうものをみんなに提供してんねんで。だ思うねん。たまにさ、いやそんな自信満々にってさ、うん、いやじゃあ飲食店行った時に、僕はあんまりうまくないと思うんですけど、どうぞ。出す。店主が。アホ？アホなん？おもろいって思って出した方が絶対いいやん。美味しいって思って出してんねんから店屋さんは。しかも無料で提供してるから。そうやで、無料でやで。ほんまや、タイトル書きたよ。見放題。0円で竹脇翔の動画が面白すぎたみたいな。
多分軽キャンピングカーで大阪東京移動した後にパチンコ1、2、10ってその後映画1日見た動画撮ってキャンピングカー24時間もうすごいな。なコメントで見たんがさ、うん、キャンピングカーでどこまでやってんだってなんか続いてるやんキャンピングカーで確かにあれで4、5本撮ってんねんなあと少しだなり。ちょっとこっち譲るよ。ごちそうさまでした。店長ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。きつかった。でもうまかった。はい、というわけで見事今回30個まで頼める唐揚げランチ食べきりました。いや、これ20個でも赤字じゃないですか。大丈夫ですか。そうです。10個以上は結構赤字なんですけど、少ない方がほとんどなんです。ああ、なるほどなるほど。だから平均したらまあまあちょっとぐらい。ああ。という感じで。まあそれでもだいぶサービスランチですよね。そうですね。だいたい10個以下の方がやっぱりほぼほぼほぼ、うん、まあまあ確かに、うん、いやでも大きさだけじゃなくて味もめちゃくちゃうまかったです。本当にごちそうさまでした。美味しかったです。こんな食べれるんですね。まあ人よりはちょっと食えるかなってでも僕20個いく気でおったんですけどこれ無理やと思ってもうこれからまたいやもうこれで今日は終わりです。いや30個か。だから皆さんもね節度ある自分の食べれる範囲で注文してください。じゃあ行きましょうか。すみません改めてごちそうさまでした。ありがとうございました。あ、そうです、パンです。ありがとうございます。すみません出待たしちゃって。あ、いや全然全然。ラーメン屋でバイトしてて。そうなんです。めちゃくちゃガタイのいい人とありがとうございます。もしよかったら握手だけでも。いいですか。もちろんです。あ、ちょっと唐揚げで出すか。ベタベタもしよかったらここの動画も出るんで唐揚げの、はい、また見ておいてください。いやうまかったね。あ、でもほんまにあれよ、さっき店長にも言ったけどこれで今日の撮影終わりなんで上がってよし唐揚げだけに。